はい、今日はラブライブスクールアイドルコレクションということで、こちらの方を買ってきました。ボックスセットということになってます。で、カードショップの方ではもう何ですかね、こちらの お試しセットのみが売られてたんですけども、これはとりあえず買っておきました。で、あとバラの方ですね、ブースターセットというところで、でこちらの方はどこの、カードショップどこに行っても売ってなかったんですけども、セブンイレブンの方で、幸い売ってましたので、一応3つということで買ってきました。で、今日はブースターセットの、こちらの方を開封していきたいと思います。よろしくお願いします。で、一応カードのレアリティはこんな感じですね。はい。HR 以上は5% ということなんですけど、比較的レアカードが多く入ってるのではないかと思います。で、あとこちらのゲームなんですけども、こんな感じで赤と青と緑の色で3スクミみたいになってまして、これでじゃんけんみたいにして遊ぶと。で、アイコの場合は、この数字ですね。この数字で、勝負が決まっていくと。そういった、比較的簡単なルールの、カードゲームになっているようです。で、バイス・シュバルツとか、非常にカードの、ルールを覚えるだけでも結構大変なものが多いんですけども、こちらのゲームはみんなで集まってすぐに遊べるような、感じで、そういったところも、とっつきがいいかなと。いうふうに思いました。で、こちらのカードなんですけども、なんとですね、パックの中にはたった1枚のカードしか入ってません。で、カードとスリーブが入ってるということで、この辺が今までの、カードと、違うところということになりますけども、ワンパックの値段もこんな感じですので、結構全種類集めるの大変じゃないかなと思います。全部で84種類プラスアルファということになっております。ということで、じゃあまず最初1枚目から、開封をしていきましょう。でですね、今回は、この袋の方も大好きな絵柄なので、綺麗に撮っておきたいと思います。じゃあまず1枚目です。こんな感じ。おっと。まずスリーブですね。こちらも、2年生の絵柄ということで来ました。で、このスリーブ自体も3種類あります。3種類あります。で、カードの方ですね。何が出るでしょうか。はい。最初は、エリーチカの、レアカードということで来ました。まずこちら1枚目です。それ僕の衣装ですね。はい。じゃあ次に、2枚目の方ですね、開封していきたいと思います。はい。何が出るかな。では2枚目の方です。まずパッケージ、そうですね、スリーブの方は1年生のものが来ました。こちらです。はい。そしてカードの方は、ニコちゃんですねが来ました。こちらもレアカードということになります。はい。こんな感じですね。ということで、次は3枚目ですね。なかなか、もう1枚いきましょう。お、スリーブは綺麗にばらけましたね。今回は3年生ということができました。で、カードの方は、はい、モギュラブの、ほのかちゃんということで、こちらのカードの方になりました。はい。カードの方ですけども、まずエリーチカのカードですけど、実はこれ、裏側には、こういうふうに、プロフィールカードのようになってます。こちらですね。この辺が今までのカードゲームと違うところだと思うんですけども、ニコちゃんも裏側の方にですね、こういったプロフィールが載っているというところで、
この辺がなんかこう厚めがいがあるかなというふうに思いました。これ裏と表でまたゲームがいろいろできるみたいな感じもしたんですけども、どうなんでしょうか。で3枚目のほのかちゃんですけども、こちらの方も裏側がですねこんな感じになってまして、プロフィールが誕生日、あと学年と名前ということで入ってます。ということでこの裏側がですねさらにキャラアップになっていて、普通今までのカードゲームと、まあ、この辺が違うかなというふうに思います。まあ、ゲームというよりもこのカードを集めて楽しむと、まあ、そういったところに重きが置かれているものかなというふうに思いました。ということで、今日初めて買ったカードなんですけども、まあこちらの方1枚1袋のお値段が結構お高いので、まあ今後ですね、まあ、節約しながら買っていきたいなと思います。まあ、ジュース1本、まあ、節約した日に1枚買うとかですね、そういうふうな感じで、まあ、少しずつ集めていけたらいいかなというふうに思います。あとですねカード以外にもこのスリーブ、これを集める楽しさもあるのかなと思いました。このスリーブなかなかいいですね。まあ1枚しかついてないんですけども、なかなかこのスリーブ自体も絵柄も大好きな絵柄で、これもどんどん集めていきたいなと思います。で今回のシリーズでは以上この3種類が、スリーブとして入っているということだそうです。はい。で、あとはですねこちらのお試しセットの方なんですけども、こちらの方はちょっと、後日また開封ゆっくりと一枚一枚、楽しみながら開封していきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた。